これからお送りいたしますのは、山本周五郎のおごれる千鶴という作品です。ビンゴの国、福山城切っての彩色と歌われていた24歳の娘千鶴が、親子ほども年の離れた国家郎に腰入れをしました。二千石の富と国家郎の妻という名誉を求め、 のし上がったその地図を、おごれるくじゃくと呼んで、仲間のお女中たちは、ねたましげに陰口を聞き、かつて熱を上げていた若侍たちは、あからさまな嘲笑を浴びせます。ここはお城の奥には、花盛りの勝負を見る宴の中、噂の主地図が、 満場の目を集めて、向こうの八つ橋を渡って行きます。それでは、本編をどうぞ。ごらんそばせ。クジ夫人がおばねをいっぱいに広げてお通りですわ。まあ本当、大層なご異性ですこと。 針を含んだ小姉である。孔雀夫人って、それ、誰のこと今、向こうの橋を渡っているお方。あなたご存じないの梅香様。あら、あれは千鶴様ではありませんか。ビンゴの国、福山城の奥庭にある小希園は、今、勝負の花盛りである。 毎年5月2日には、藩主、安倍、無前の神、正方が、宣伝で宴を催し、また、目見え以上の家臣たちには、奥と表との差別を除いて、見物を許すのが試しであった。日頃、厳しく隔絶されている上中の男女が、この日だけは、 公然と相見ることができるので、その賑わいは極めて華やかなものであった。着飾った女中たちは、勝負の花と剣を競いながら、風情なまめかしく商用し、若侍たちもまた心ときめく様に、その群れを縫って、うお左さおする。 聞こえよがしの嘲笑や、恥じらいの瞳や、思わせぶりな囁ささやきや、それと泣き流し目が、行き交う和光土たちの間に、影うのごとく揺れ上がるかに見える。戦地の中の島に三人、もういずれも二十仕事と思われる女中の一組がいて、 今、向こうの八つ橋を渡って行く、美しい夫人を、寝たましげに見やりながら、陰口をしていた。ちずる様だなんて。唇の薄い、少し目のつり上がった一人が、皮肉な調子で言った。そんなに気安く言っては、失礼ですよ。以前は芳売でも、今は、 ご家老のご内室様でございますからね。まあ、では、あの噂は本当でしたの。本当ですとも、あなたがお宿下がりの間に、虫焼き三やも門様へお越し入れをしてから、もう半月になりますわ。私にはわかりませんわ。千鶴様ともある方が、あんなご老人と、 ご老人でも、おろくだかは二千億、筆頭画廊というご身分ですもの。竹の柱にかやの屋根、手鍋下げても、などという心意気は、昔流ですって。当節は、身分とお金さえあれば、お年寄りでも、足いでも、お構いなしですって。まあ、切れた。千鶴様って。 そんな方でしたの。噂の主は橋を渡り切った。肌の色のさえた、肉付きのしまった、痩せ型の体付きである。少し剣はあるが、表情の多い目元だ。話をするとき、唇をキュッと左へ引き締める癖が、鮮やかな魅力でもあり、 また、どうかすると、凶慢な印象を与える。おそらく、向こうの女中たちの陰口を耳にしているのであろうが、澄んだ瞳を正しく上げ、小奥を額にかざして、緩やかに歩みを運ぶ姿は、どこかに溺れる苦弱という感を持っていた。 橋を渡り切ったところで、四五人連れの若侍たちに会った。棘のある花は何とか言ったな。またしても希望の声である。ひぼたんの根を高く売る無風流。王脈に飛んだ沖縄の花いじりか。下面女菩薩。内心二千億。 あからさまな嘲笑の中を、千鶴は、やはり悠々と、臆した様子もなく通り過ぎてゆく。ごれる苦弱。人々の、この憎しみは何故であろう。千鶴は孤児である。家は、安倍家普代の年寄り格であったが、千鶴が十二歳の時、 父、鹿島太郎左衛門が死し養子を決めぬうちに母も亡くなったので、自然と亀名は耐えてしまった。それ以来ずっと、千君、伊予の神正助の側室だった、恵光院の次女として育ってきたのである。優れた美貌と、理髪で聞かぬ気の千鶴は、 エコーインの蝶を一心に集めていた。今に良き婿を選んで、鹿島の仮名を再興してやろうぞ。檻に触れてはそう言われていたし、事実、また年頃になると、エコーインは密かに婿選びをしていたのである。その間にも、千鶴の彩色は、 福山城を切手の評判となり、しかるべき家柄の求婚者も産後にとどまらず、中にはわずかな機会を狙って付け踏みをしたり、打ち付けに言い寄ったりするものもあったが、彼女はどれにも相手にならず、朝鮮として二十四歳という年を迎えてしまった。 お綺麗だから望みが高いのね。とてもお偉いんだわ。福山のかぐや姫というおつもりよ。そういう女中たちの噂は嫉妬であったろう。心おごっているのだ。人を人とも思わぬ目だ。最色に満じているのだ。そういう若侍たちの言葉は、 手の届かぬ花を憎む心である。人々は、千鶴が、高慢と灯しらがで終わるつもりだろうと噂した。しかし、その予想は裏切られた。その年の春の初め、エコーインがふと問いただすようにして、 本当に一人身を通す気なのかと聞いたとき、千鶴は初めて心を決めたごとく、実は夢に参りとうございますと答えた。嫁ぎたい相手は国家老虫焼き三江門であるという。三江門は早く妻に死なれ、子供もないやもめで、 もう五十七歳の老人であった。一条の最色とうわれた千鶴が、自ら望んで貸したいというには、あまりに意外な相手である。エコーインは何か訳があるのかと繰り返して聞いたが、千鶴は静かに微笑して、筆頭のお国家老ではあり、 家柄にも申し分がなければ、夫として恥ずかしくないように存じますので、というばかりだった。エコーイ院のお声がかりで、話は触りなくまとまった。そして、四月中旬の吉日を選んで、千鶴は虫焼き家へついだのである。 女中たちは元より、かつて求婚した者。また、思いを通わせていた若者たちは、この結果を知って、あぜんとした。そうだったのか。あの娘には、恋も情けも必要ではなかったのだ。二千石の食録と筆頭画廊の英食。つまり、 あの娘の欲しかったのはそれだったのだ。栄養、映画だったのだ。人々は初めて千鶴の本心を見たと思った。ごれる苦弱。悪評がいかに根強く広がっているかは、前章に記した通りである。無遠慮な嘲笑の中を千鶴は 目も動かさず通ってゆく。八橋を渡ると、まもなく道は小松林の丘を登る。その丘の彼方に宣伝があるのだ。主君、正方の宴には、エコイ院も臨席しているので、彼女はそこへ挨拶に出ようとしているのだった。道が、 小松林の中ほどへ差し掛かったとき、千鶴殿しばらくと声をかけながら、右手の松林の中から一人の若侍が出てきた。松の木陰伝いにそこまでつけてきたのであろう。色白の神経質な顔が思い詰めた心の内を語るかのように引きつっている。 振り向いた千鶴は、それが古生組の中村新之助という若者であるのを認めた。かつて、最も熱心に恋心を通わせた青年たちの一人である。驚きにならなくともよろしい。決して、ぶしつけなことはいたしませんから。別に驚きはいたしません。 千鶴は冷ややかに笑った。何かご用でございますかお越し入れのお祝いを申し上げようと思ったのです。国家老のご内室になられて、さぞご満足なことでしょう。あなたがそういう人だということも知らず、心のありたけを燃やした拙者などは、実に馬鹿げた道化者でした。 あなたにもさぞ少子なことだったでしょうな。私、それほどあなたを存じ上げておりませんでしたけれど。結構です。まるで身も知らぬとおっしゃらないのが、せめてものご好意だと思いましょう。あなたに思いを通わせるものは数えきれぬほどあった。いや、この福山城の若者で、 あなたに思いをかけぬものはなかったと言うべきだ。けれど、そんなことは、あなたにとって、何の意味もなさない。あなたに必要なのは、富と命だった。恋もまこともない相手に、あなたは、その類まれな才色を売ったのだ。二千石という富、筆頭画廊の妻という、 名の代償として、あなたは自分を売ったのだ。それがお祝いのお言葉ですか。千鶴はキュッと唇を左へ引き締めながら遮っていった。新之助は刺すように笑って、拙者はあなたが己に恥ずべきだと申し上げたかったのです。ご親切に。 あなたは、富と名とを得られた。結構です。改めてお祝いを申し上げさせてください。しかし、その富と名が、いつまであなたの手にあるかどうかは、おのずから別だ。新之助の目は疲れたような、険しく歪んだ光をた,たえて、地鶴の瞳をひたと見つめた。 千鶴殿、拙者の名は、中村慎之助と言います。もしお忘れになっていたら、どうかよく覚えていてください。その必要がございましたら。ありますとも、大いに必要があります。それも、決して遠い先のことではないでしょう。お引き止めして失礼いたしました。 お幸せを切に祈ります。新之助はキビスを返して逃げ去るように去っていった。チズルは見返りもせず、宣伝の方へ静かに歩いていった。虫焼き三右衛門は若き妻、チズルの部屋で、 酒を飲んでいた。五十七歳にはなっていたが、三右衛門はまだ髪もつやつやと黒く、皮膚の引き締まった骨太のたくましい体つきをしている。ことに一文字の濃い眉と力のこもった僧の眼光には、福山十二万石の国老として、主君 まさかたにも一目置かせるだけの威力を十分に持っていた。また、青年の頃から剣をとっては家中屈指の腕があり、今でも気象百ぶりの勃剣は欠かしたことがない。もう一杯やらぬか。いいえ、もう。そんなにいただいては酔ってしまいますわ。 エコーイン様はお強いそうではないか。そのお相手をしていたのだから、わしなどでは歯がゆいくらいであろう。お強いのは旦那様でございますわ。千鶴は優しく睨みながら、まだ少しもお色に出ませぬもの。わしは昔から酔わぬ方だ。そう。 酒を口にし始めたのは随分古いことだ。まだ前髪の自分であったろう。口にし始めるとから今日までほとんど酒好きを手から離したことがないと言っても良いほどだが、それでもかつてうまいと思ったことがないし、また酔ったということも覚えぬ。 召し上がって美味しくございませんの苦いな。世間のごとく苦い。三右衛門の目は笑うと子供のように邪気のない光を帯びてくる。だが、今宵の酒はうまいようだ。ようだでございますかこの部屋へも三右衛門は 地鶴の笑顔から目を逸らして、部屋の内を見回した。十何年ぶりかで座る。策抜たる生活だった。二十九歳で国労職になって以来、わしの生活はまるで荷車を引く牛のようなものであった。家意の温かさも覚えず、 人情に溺れることも知らず、苦い酒を無理に飲んで、一時の疲れを紛らすだけが、張り詰めた心を緩める唯一の法でしかなかった。無論、それが残念だとは思っていない。これからも、荷車が引ける間は、牛になって通すつもりだ。しかし、今わしには、 一つの考えがある。それは、老食の家でなく、平武士の家に生まれてきていたら、という気持ちだ。千鶴は黙って、三江門の横顔を見ている。これまで、一日も、酒好きを話したことのない酒が苦く、今、 こうして口にしながら初めて酒がうまいとはこのようなものかと思う。彩り美しい衣装と香料の温かく匂う妻の部屋に座って金骨の凝りのほぐれるのを甲骨と味わう。これはわしが五十七年の今になって初めて巡り合うことのできた 幸せだ。でも、平しにお生まれなさいましたら、必ずそれができていたでございましょうか。少なくとも。三右衛門の目は、寂しげな光をたたえた。これだけ好きな酒を、うまく飲めたことだけは確かであろう。うまいと思ったら、ようだなどと言わずに、 うまいと言い切る自由はあったと思う。もう一つ重ねて言えば、お前が嫁いできてくれた気持ちにも、いくらかの愛情があったのではないかと考えることができるだろう。はははは。ちずは唇をキュッと左へ引き締め、静かに三右衛門の逆付きへ尺をしながら、それでは、 もし旦那様が平伏であったら、千鶴は嫁いで参らなかったであろうとおっしゃいますのね。おそらく、しかしそうであったら、わしはお前の目にさえ触れることなしに終わったであろうからな。無論、その方が良いというのではないぞ。策括たるわしの生涯の道を、お前は、 美しい火炎へ導いてくれた。これは全く予期しない幸せだ。そして、わしの身分がこの幸せの手引きをしていることも、今のわしにとってはありがたいことなのだ。ではもし、千鶴は怪しいと思えるほど冷ややかな目をしていた。 私が心からおしたい申してきましたと申し上げましたら、旦那様はそれをお信じくださいますかしら五十七年も生きてくると、嘘と誠のけじめだけははっきりとわかる。お前はわしのために火炎を与えてくれた。わしはそれに対して、 わしにできるだけのことで報いたいと思う。ほほほほ。ちずるは静かに笑って。では、わたくし、うんとわがままをしてよろしゅうございますのね。世間では、おごれるくじゃくと言っておる。この次には何と言いますかしら。ちずるは、公然と目をあげていって 何とでも言うがよいのですわ。千鶴はしやき三右衛門の妻ですもの。筆頭国がろうの妻であってこそ、ごれる苦弱という名もふさわしくはございません。美しい目が怒っているな。三右衛門は微笑しながら言った。その目を見る者があったら、今度は かれる苦弱というであろう。申し上げます。ふすまの外で、カフの声がした。なんだ江戸より、元語が帰着つかまつりました。そうか、すぐ会おう。カフの去る気配と一緒に、三右衛門は、 坂きを置いて立った。そうであった。今宵は少し遅くなるから、構わず寝てくれるがよい。はい。サイモンは妻の部屋を出た。書院には貝原言語が旅装のまま探査していた。よほど道を急いできたらしく。 若い顔面に、著しい疲労が見える。サイモンは座りながら、遠路、大義であった。挨拶は置いて、まず、要件を聞こう。何か、下級のことでも出かしたか。は、矢作彦兵衛が、かっ腹つかまつりました。彦兵衛は、 江戸屋敷、勘定方の春祭である。三江門の大きな目がキラリと光った。何故の切腹だ。浜殿ご蔵築を阻止することができなかった、申し訳のためでございます。何浜殿ご蔵築との。ご存知ではございませんのかとのより、江戸表へお墨付きが参りました。 いつのことだ去月20日にございます。三江門は脇にあった小机を引き寄せ、硯の蓋をはね、粒子を広げながら、司祭を申せ、と言って筆を取った。安倍家の江戸屋敷は柴田村町にある。寛永年中に賜ったもので、 じわりが狭く、極めて不便なものだ。その上、根岸にある下屋敷も同様なので、かねてから、か地を願っていたところ、三年前に、芝、新鮮座の浜へ、千二百四坪の土地を賜った。安倍家は、内服の家であるし、ことに、 東大の正方はまだ若く、カビ贅沢を好んでいた人であったから、この土地へ浜殿と称して豪奢な別所を造営しようとした。この地続きに松平比護、松平陸、脇坂淡路などという大半の屋敷があったが、水を隔てて、 お浜御殿に相対しているため、いずれも建物などは過敏に渡らぬよう遠慮してある。それにもかかわらず、正方は浜殿と唱え、建物も三荘楼を備えた壮大な設計であった。時は明和三年、武家、町人とも、 富の偏在が著しくなった時代で、世間には多くの老人者や旧民の群れが飢餓に追われているし、特殊なものを除いた社会の一般はひどい不況に悩まされていた。幕府では田沼沖継が蕎麦用人になって積極的に政治の改革を始めつつあった。 民間では山形第二が幕政を論難して王政復興を公然と衝動し始めていた。こういう時期に幾万金を投じて浜田を増築するなどは求めて幕府の建築を買うようなものである。国元、江戸表ともに心ある老臣は この計画に反対し、正方に迫って、ついに取りやめとさせた。若き藩主が、これを心よしとしなかったのは言うまでもない。それ以来は、甲骨の老人たちから遠のき、あゆうネイ弁の友柄を近づけて、反省を怠ることが多くなった。粘心は、 江戸にも国元にもいた。当然の結果として、甲骨の神と鮎の友柄とは、両立相対峙する状態となった。現在、国元においては、お蕎麦頭の朝倉藤十郎が中心となって、国老一派の勢力を抑え、半生を狼断しようと、 暗躍を続けているのだった。一度取りやめとなった浜田増築を今になって再燃させたのは、無論、正方の意を迎えんとする朝倉一味の企てに違いない。お墨付きには、明年五十府までに落成するようとの五元命でございます。 中津、うんのら老職はどうしておる。お墨付きの到着にて、ご老職方にも、もはやどうすることもできず、ご出頭一味、粘心の友柄は、早くも工事請負として、武蔵や八兵を呼び出し、二万金お下げ渡しと決定つかまつりました。そうか。要件はそれだけだな。 サイモンは筆を置いた。うんの様のお申し付けにて、とりあえず以上だけご中心のため下りました。彦兵衛を殺したのは残念だ。行為にございます。しかし、言語は目を落としながら、そのため、武蔵屋へのお詐欺金は一時延期に及びました。 延期ではない。取りやめだ。三右衛門は静かに言った。ことによれば、非常手段にも及ばねばならぬ。お人払いを願います。それには及ばぬ。お人払いを願います。 三江門の声は静かであったが、金病部が震えるほどの底強い力を持っていた。正方は酔っていた。主演の席から来たのである。三江門は身の上国に途上して目通りを願ったが、許されなかったので待っていた。昼を使い、 言を使い、すでに犬の上告である。ようやく現れた正方の左右には、朝倉藤十郎と副心の者が辞していた。三江門。正方は、酔いに青ざめた顔に、皮肉な霊症を浮かべながら言った。人払いをしなければ言えぬことなら、聞くに及ばぬぞ。 政治は、そちどもの切り盛りに任せてある。王着があろうと、戦断があろうと、世の知ったことではない。よいか、その代わり、世のこともかもうてくれるの。恐れながら、その義は愛なりません。三右衛門は押し迫るように言った。お上は、安倍家、 十二万石の御領主でござります。ご先祖、正勝公以来の御加盟は元より、幾百千の家臣領民どもの運命は、かかって、お神のご存念にあるのでござります。ご一心のわがままは許されませぬ。おのれ、許さぬとは過言ぞ。お静まり遊ばせ。 三江門はぐっと膝をすすめた。今日、お目通り願いましたのは、一辺のご還元を申し上げるためではございません。三江門目は、進化ながら友好院様、仙台正助様より、貢献職を仰せつけられ、その胸は、幕府へも申し出してござります。 もし、お神において、この上とも、自慢放落を遊ばすなれば、お家の大事、三家門自殺して、有好員様へ申し訳をつかまつらねばなりません。貢見職の自害する場合、幕府が、どのようなご沙汰に出るか、お神にもご存知でござりましょう。ぶ、無礼者。 よう若年とあなどって、下がれ、聞く耳持たぬ。浜殿ご蔵畜は、何卒お取りやめくださりますよう。ご日常についても、お改め願わねばならぬ、数々のことがござります。些細なものと存じて、今日まで愛控えておりましたが、一旦お取りやめとなったご蔵畜のことを、 老食どもへは、おさたもなく、じかじかお墨付きを持ってお命じ遊ばす。かようなことに立ち至るようでは、おそばの者どもにも、きっと申しつかなければなりません。正方は次男である。長子、正義は幼くして死し、次男の彼が家を継いだ。そしてその下に、 三男正友があり、聡明英知の評判よく、現に江戸表で家臣の人気を集めている。次男は向こう水だと言われる通り、正方は丹慮で古来性がなかった。不快だというと、そのまま座を蹴って奥へ去った。三右衛門はそれを見送りながら、 顔色を変えていた朝倉の様子を認めて、にっと微笑をした。正方は苦労を知らぬ青年である。年信どもの追唱に負けるのも、主食に溺れるのも、苦労を知らずで抑えるもののないわがままから来る。三右衛門はよくそれを知っていた。 しかし、今日まで、あえて苦言を呈さなかったのは、今、正方に向かって言った通り、そんなことは、取るに足らぬさじだとしていたからである。多くの家臣の中には、恍惚感もあり、軟弱感もある。あゆ、ネイ弁の友柄だからといって、必ずしも、お家のために、 悪いとは決まらないし、甲骨一徹の死にも、意うべき人間はある。整列の水に飲み、魚の育たぬごとく、善悪合わせ近づけてもって、その利すべきところを知るに至らなくては、一国のあるじたる資格とは言えない。その意味から、三江門は、 今日まで大抵のことは目下してきたのだ。そして今、家臣としては出過ぎるところまで辛辣に直感した。正方がどれほど不快に思おうとも、三江門の自殺するという決死の言葉に偽りのないことは分かったはずだ。今日まで、 貢献職として寛大であっただけ、それだけ強く、正方の心の真っただ中を射止めたはずである。くどくどした血代ろずごとよりも、今の正方に必要なのは、この決死の一言であったのだ。藤十郎目も震えたであろう。サイモンはそう思った。 そして近所版の者のを呼んで、江戸め勘定方の矢萩彦兵衛、お墨付きと老神ども兵庫の間に立ち、役目の義理に責められて、か腹つかまつったと、御前へ申し上げてくれ。そう言って退座した。下場したのは、もう四つを少し回っている頃だった。 雨模様のやや蒸し暑い夜で、そよとの風もない闇が、ちょの火一つを押しつつんだ。友は、石浜伝一郎と下郎だった。馬場脇へ差し掛かった時、三右衛門はふと立ち止まったと思うと、六助、火を消せ、と命じた。この闇に、 火を消してどうするか。下郎がイぶかり顔に振りあおぐ。刹那。三右衛門は片荷具をはねて、伝一郎、くせ者だ。叫びながらギラリと体験を抜いた。伝一郎はとっさに三右衛門の前へ踏み出していた。 玄関へ出迎えた千鶴は、三右衛門の衣服が、おびただしい血で汚れているのを見て、さすがに色を変えた。まあ、旦那様。騒ぐには及ばぬ。帰り地だ。三右衛門は平然と笑って、後で呼ぶから、それまでに身の回りのものを片付けておくがよい。 すぐにも、ここを立ちのかねばならぬだろう。見苦しからぬように注意してくれ。はい。何も案ずるには及ばぬぞ。そう言って奥へ入った。千鶴の膝はガクガクとおののいた。どうしても、抑えることができなかった。帰り地と聞いた途端に、死角を思い、 視覚という言葉はすぐに中村信之助を連想させた。勝負の日に彼は遠くないうちに自分の名を思い出すことがあるだろうと言った。千鶴は次女とともに部屋へ戻って手早く新編の整理にかかったが目の先には中村慎之助の引き歪んだ 神経質な顔がちらついて仕方がなかった。本当にの之助であろうか恋の遺恨で闇討ちをしたのであろうかいや、そうではあるまい。恋の遺恨だけではないはずだ。の之助は、あの時、千鶴に向かって、その富と名とが、いつまで、 あなたの手にあるかどうかは、おのずから別だと言った。千鶴は、エコーイ院に辞していたから、正方をめぐって、渦中に二派の勢力があることを知っている。そして、一方の勢力が、最も恐れる中心人物として、虫き三右衛門を目標にしていることも、 同時に三モ門がそれらの勢力を傾倒しても揺るがぬ確固たる存在であることもよく知っていた。その揺るがぬ存在に変化が起こった。新之助はあの日すでに今日の断るのを知っていたのだ。千鶴の考えはようやく落ち着いた。これは 自分から起こったことではない。この間にも次々と客が詰めかけてきた。老神格のうち三右衛門と副審の者ばかり八名。書院に集まって密談を交わしていたが、市販時足らずでいずれも早々に帰り去った。 ついで家来たちが呼び寄せられた。千鶴の呼ばれたのは最後であった。三右衛門は白の人へに白の袴をつけていた。そして入ってきた千鶴がそれを見て不吉な予感に額を青白くするのを目ざとく認めて、はは、心配するな。死に装束ではない。と明るく笑った。 暑いのでこんな格好をしているのだ。最も不意打ちを食った時の用心でもあるが。さて、手短に片付けよう。座ってくれ。面倒なことは抜きにする。一言にして言えば、わしは窮地に追い詰められた。お家の災いを摘発しようとして、先手を打たれたのだ。 下城の途中、闇打ちを仕掛けられ、四ろなく四人を切ってしまったが、これはどっちにしても三右衛門を仕置きにかける罠なのだ。そこでわしはひとまず立ち抜くことにした。お立ちのき遊ばした後は、後のことは方策を立てておいた。 江戸表へも死者をやったし、当地のことは、今宵集まった者どもで、どうにもするだろう。それから、お前の身の上だが、三右門は手箱を引き寄せながら、過労の妻として、誇りある一生を送らせようと思ったのに、かようなことに立ち至って、それも仇となった。 お前にも何とも気の毒でならぬが、これも武家の義理と思って諦めてくれ。はい。ここに金子が五百両ある。軽傷だがこれを持って当地を立ちのいてくれ。カえモが案内するであろうから、万事は彼に任せて、わしの身の落ち着くまでしばらく辛抱していてもらいたい。 はい。このまま、お前を口させるようなことはせぬ。必ず身の立つように計らうぞ。ありがとう存じます。これで余談は済んだ。三右衛門はほっと肩を揺すり上げながら。別れに、うまい酒を一産、地層してもらおうか。魚は何もいらぬ。 お前の尺で初めてうまいと思った酒をもう一度味わって別れたいのだ。お支度をいたします。千鶴は静かに立っていった。いかにも静かである。三右衛門は何か物足らぬわびしい気持ちでその後ろ姿を見送った。 備中の国、浅口郡鴨形の城下から二里、高倉山の懐へ、段上がりに深い松林が続いている。その松林の奥で、一番近い村里からも、十丁余り離れた丘の上に、小慶寺という大幕州の寺がある。 福山を立ち退いた虫き三江門は、老木平五郎とともに、この寺内の暗室へ隠れた。鴨方藩池田家の老職で、鎌田次郎左衛門というのが三江門の友で、小京寺は鎌田家の菩提寺であり、住職無鉄とは三江門も地院の間柄であったから、 ここを当分の隠れ屋としたのである。暗室は寺の後ろの丘にあった。前庭は明るい砂地で広く、松の小越しに遠く瀬戸の海が見える。瀬戸はまた一段高くなっていて、松の間をクリア口まで、 家計が整列な水を余るほど引いてくる。前も後ろも松だ。右も左も見る限りの松である。これは戦況だ。三右衛門は初めての日、むやみに広がっている松林を見て、頭の芯へ染み入るような将来を聞いて、 五十七年の俗人を一遍に洗い落としたような気持ちがした。こんなところに住んでいたら、人間は良くなるだろうと思った。利欲を知らず、県政を知らず、名門を思わず、貴業神職を己の好むままに、司書でも読み、畑でも作って自在に暮らしたら、 人間本然の姿に帰って、さぞ楽しい一生を送れるだろうと思った。けれどもそう思ったのは四五日のことで。三右衛門はすぐに退屈してきた。十二万石の家老として、半世の霧森に没頭してきた彼には、 こうした感弱な生活に浸れる素地が養われていなかったのである。松林の錆びた色もいいが、こうむやみに松ばかり多いと鼻についてくる。将来も耳を止めて聞くほどだとよかろうが、こう暗室をひっくるんで縦横無尽に音も絶やさず聞こえると迷惑である。 十日ほど経ったあるよう、クリア口で妙な音がした。なんだ寝そびれていた三右衛門は、平五郎が何かしているのかと思って声をかけた。立って行ってみると、老木は寝ているし、クリアの物音はまだ忍びやかに聞こえていた。三右衛門は引き返して体験を取り、 抜き足でクリアへ降りると、外の気配をうかがって、さっと雨戸を引き開けた。20日ほどの月が空にあった。雨戸を開けると同時に、松の影がムラムラと、斜状に歩を落としている。その影を乱して、大きな獣が三匹、身を翻して逃げ去るのが見えた。 鹿だ。月光を切って走ったのは鹿であった。三夜門は思わず苦笑した。体験を持ち出した自分の心も苦々ががしいし、クリア口へ鹿が餌をあさりに来るほど山がなのかということが、まざまざしい赤涼感を誘ったのである。どうも俺は、 腹からの俗人らしい。三江門は人の心と心がしのぎを削る激しい手応えのある世間を思いつつ寝た。そのあくる日のことだった。後ろの丘を歩き回って暗室へ戻ると、無鉄お尚が縁先でタバコを吸っていた。三江門よりは、 実際も年長で、いつも白い武将ひげを生やしている、超えた老僧である。これはようこそ。どうじゃ、少しは病にもおなれかな昨夜は鹿が見まったそうで、どうも少し驚かされました。せめて一頭でもし留めてくだされば、今日はうまい酒が飲めたものを、 惜しいことをしたものじゃ。コリの方へ来たなれば、一頭も生けては返さぬところだが、はははは、しかめも承知と見えて、なかなかコリへは参らぬじゃ。無鉄は笑いながら立って、時に男でばかりでは不自由と思ったでの、たきすすぎものなどをするように、 おなごを一人連れてまいった。つこうてやらっしゃれ。これで別に不自由はござらぬがそうでない。こんな山の中で待つばかり見てござると、今に千人にでもなってしまうかもしれぬ。まあ、少しは、ゅうをそばに置くも薬でござろう。いや、それではまたお邪魔に。 ひょうひょうとして坂を降りかかったが、ああ、酒が足らんじゃったら遠慮のをそう言って起こされ。寺であるおかげに酒だけは不自由せんでの、はっはっは、生草じゃ、生草じゃ。驚いたおしょうだ。三江門も思わず笑ってしまった。縁へ上がって机の前へ座った。 茶を呼ぼうと思っていると、ふすまを開けて入ってきたものがあった。三右衛門が振り返ると、若い女が茶器を手に微笑している。千鶴であった。なんだどうしてこんなところへ洗濯ば場でございます。呆れている三右衛門の前へ、千鶴は静かに茶を運んだ。 髪は水髪に束ね、四紛の装いもなく、木綿の衣服に木綿の帯、まるで村里の女房というつつましい姿である。けれど、それがかえって美貌にさえを与え、表情の濃い瞳を生き生きと浮き出している。黒ずんだ木綿の裾から覗く素足の白さは、 ひはぶたえからこぼれるよりもなまめかしくあだであった。ごきさんまではおそばを離れませぬ。ちずるはもう一度微笑しながら言った。お城へお戻り遊ばせば、また二千石ご家老の妻になります。その日の来るまでは、おばねのないくじゃく、辛抱をいたします。 秋になった。遠く見える瀬戸の海が日ごとに藍色を深め、松林の中には燃えるようなツタモミジが目立ってきた。夜になると鹿の声が聞こえた。空高く狩りの渡るのも見た。将来は朝から夜を徹して暗室を巡り、 け湯を走る水音は夜半の耳を驚かした。けれど、三右モ門はいつかその自然の中に住み慣れて、一頃の寂しさはもう感じなくなってきた。千鶴はよく使えた。溺れる孔雀と言われたあの誇らかな姿を思うと、まるで人が違ったようである。 滝ぎおり、落ち葉かき、象下のような指を惜しげもなく山水に浸してすすぎ物をするし、美しい髪を灰にまぶして滝もする。朝は早く、また夜は吹け渡る風を聞きながら、暇があれば老木の着物まで縫い繕いを惜しまない。これが、 一情の最色と言われた女か。三イモ門はそう思うと辛かった。千鶴、お前、いつまでこんな山の中にいるつもりだ。わしへの義理を思ってくれるなら、無用なことだぞ。お前の美しさを日ごとに削るかと思うと、わしは帰って迷惑だ。わたくし、 義理など考えたこともございませんわ。千鶴は笑って答える。ただ、お城へ帰る日を楽しみに、こうしておそばにいるんですの。私、もう一度、筆頭画廊の妻として、五条内を歩いてみたいんですの。孔雀夫人と言われて、大勢の目の的になることは、そう、 誰にでも与えられる幸せではございませんもの。だから、辛抱いたしますの。しかし、その日が再び来るかどうか。きっと参りますわ。来るまでは、一生でも待つつもりですから。そのうちには、お前も歳をとる。そうしたら、老いたる苦弱で我慢いたします。 地鶴の笑顔はウキウキとしていた。そうかもしれぬ。彼女の高い気ぐらいとしては、溺れる苦弱と言われながら、三十日足らずで失踪したことは屈辱であったろう。もう一度城へ帰って、悪評を見返してやりたいと思うのは当然である。だが、 その日が来るであろうか。三江門は呆然と探索した。秋十月の七日、一気の早馬が小刑寺の三門を驚かした。福山城からの旧死、石浜伝一郎である。千鶴とともに裏山にいた三江門は、 老木の知らせで急いで暗室へ戻った。ご餌釈はごめんこむります。伝一郎は息を弾ませながら言った。江戸表へ五十歩遊ばした女将には、九月三十日をもって、にわかにご隠居を大吸い出され、正友君、お世継ぎと決定つかまつりました。 おお、三右衛門は思わず感動の声を上げた。ご隠居とまでは思いもよらなかった。しかし、ようこそご決心遊ばされた。詳しくはご起状の上申し上げまするが、早速三右衛門を帰参させよとのご情にござりますと、伝一郎めとりあえず休止に立ちました。 老職御一同即刻のご帰案をお待ち申しまする。大義であった。皆にもお家のため体型と伝えてくれ。して、ご帰場はいつに会いなりましょうか。この通りの身軽じゃ。明日は帰ろう。では、立ち帰ってお迎えの用意を。と、伝一郎は勧められた茶を文字して、 そのまま馬を煽って帰り去った。考えていたよりは思いがけなく、運は活然と目の前に開けた。三右門はにわかに体中へ力の盛り上がるのを感じながら、千鶴と呼びながら立った。返事がないのでふすまを開けると、千鶴は部屋の中に、 小然と座って泣いていた。ちずる、聞いたであろう。城へ帰れるぞ。帰れるのだぞ、福山へ。泣く奴があるか。おめでとう存じます。ちずるは静かに両手を下ろした。どうした嬉しくはないのか旦那様は、お帰り遊ばしますか三右衛門は、 千鶴の表情が全く変わっているのを知って驚いた。言葉の調子にも、目の色にも、かつてこれまで見たことのない、ギリギリに突き詰めたものが感じられる。サエモンは膝を直した。千鶴、お前何か隠しているの城へ帰るのが嫌なのかはい。 ちずるは濡れた声で言った。私は、ここにとうございます。なぜだお分かりくださらないのでしょうか。ちずるの目は、恨むような色を帯びた。旦那様は今でも、ちずるが、二千石と、家老の妻の名を欲しいために、嫁いだとおぼしめしますか。 栄養、映画がしたいために、嫁いだとお思いでございますか半年の間、おそばに仕えていても、まだ、千鶴の心がお分かりにならないのでございますか千鶴、お前。私は、旦那様をおしたい申していたのです。 十二万石の家中をしっかりと抑え、お家のためにご老年を忘れて、生き生きとお勤め遊ばす。欧しいお姿を拝見しましたのが十八の年でございました。それから六年の間、片時もお姿が忘れられず、心のありたけでおしたい申していたのでございます。 席を破った本流のように、千鶴の言葉は情熱と恨みを込めて三右衛門の胸を打った。エコイン様にも世間にも私の恋はわかってもらえぬものと、それは覚悟をしておりました。でも、旦那様にはいつかわかっていただけると信じていました。 私の口からは申し上げられませぬもの。申し上げてはかえって嘘になります。現に、いつぞやの夜もそう申し上げましたら、ご不快そうにお笑い遊ばしました。ついあふりに言えば、笑われるのが当たり前でございましょう。でも、悲しゅうございました。おごれる人は、 おごれる面を脱いだ。くじの羽を取れば、鶴の清楚な姿であった。今こそ、三右衛門の目には見える。千鶴が一条の彩色と謳われていたことと、自分が二千石の国家老であったことと、また、親子ほど年齢が違っていたことと、 この三つのものが、千鶴の恋を脳無の中に包んでいたのだ。いつかは分かってもらえるというほのかな望みのために、千鶴は己に荷物かぬ批判を甘んじて受けていたのだ。ごれる孔雀の名を。三右門は今、千鶴のむせびあげる声を聞きながら、 この松林のどこへ家を建てようかと考えている。あえて慰めらしい言葉をかけぬのは、初めて見る千鶴の泣き濡れた様が、みずみずと美しく、止めるにはあまりに惜しかったからである。裏山につぐみの声が明るく聞こえていた。